ユーロ解説の長谷部、衝撃エピソード連発 WWW。アベマのユーロ開幕戦を解説した長谷部。ナーゲルスマンやユリバーと喧嘩した。このピッチにいる9人と一緒にやっていた。と衝撃エピソードを連発。全エピソードが劇場なのくさ。シュツットガルト時代のユリバーに挑発されて喧嘩した話、おもろすぎる。ユリバーのシュート入ったことないって話した瞬間、オンゴールしたのマジで笑った。長谷部は、ナーゲルスマンはその時に調子の良い選手を使うらしい。長谷部はドイツ語喋れて聞き取れるから喧嘩になるのかもね。監督業のためにために林陽平ならどうするの会見聞いてる長谷部さすがだった。この試合のハイライト、フリルクルクは可愛い。長谷部にドイツ戦全試合解説してほしい。解説というよりほとんどエピソードトークだったのくさ。インドアンと一緒に指導者ライセンスの講習受けてたのもすごい。これがライプツヒよりも長くブンデスリーガにいた男。不満分子になりそうな選手は招集しないって言ってたけど、ゴレツカとかかな。ドイツ大老年期を兄貴分目線で語るのエグいって。そもそも J リーグ時代の長谷部は武闘派だったもんね。グロースと長谷部のダブルボランチが見たかった。人生の半分ドイツにいるってすごいよな。喧嘩しまくってて全然心整ってなくてくさ。